皆さん、こんにちは。ゆかです。えー、ちょっと久しぶりになってしまいました。すみません。大変お待たせいたしました。今日は JLPT N3 のクラスです。語彙テストをしましょう。で、全部でね、7問あります。7問、ラッキーセブン。ということで、ラッキーセブンの7問をするんですが、この答えだけじゃなくて、 このテストの中にたくさんの大切な言葉があります。その大切な言葉もピックアップして皆さんにシェアしていくので、これ全部今日勉強して語彙力をアップさせていきましょう。はい、では早速始めましょう。今日もよろしくお願いします。最後まで一緒に頑張ろう。はい、じゃあ1問目読みますよ。リン。はい、1番。3歳以下のお子様は、うん、で、 入園できます。3歳以下のお子様はうんで入園できます。はい、じゃ、この漢字の読み方1234から選ぶよ。1。無料2。無料。3。無料4。無料はい。行きましょう。 はい、いいかな正解は、ドゥルーティン。無料です。無料。無料というのは、料金がないです。ただ、ただ、お金いらないですよ。はい。料金がないと書いて、無料と読みます。この反対は、有料で言います。有料と無料ね。はい。3歳以下、以下、アンダーです。 はい、0歳、1歳、2歳、3歳のお子様。これは子供の丁寧な言い方ね。お子様は無料で入園できます。はい、皆さん、ここはどこですかうん。ここは遊園地ですよね。アミューズメントパーク。遊園地です。遊園地なので、パークに入る。パークに入ることを入園するって言います。入園できます。 エンターできる。いいですね。はい。じゃあ次いくよ。2番。読みます。この道は狭いので、トラックは、ん <laughs> んできません。はい。じゃあこの漢字いきましょうか。トラックは何できませんかはい。1、通行。2、通凶。3、投稿。4、徒歩。はい。いきましょう。 この道ね、皆さんすごく狭いですよね。狭いのでトラックはほにゃららできません。はいトラックがここにいたら多分入らないですよね。はい狭すぎる。はい選んだかなはいじゃこれね正しい読み方は1番です。通行って読みます。通行はこれ通るという感じですね。通る通るパス。 行くですね。通って行く。通って行くができないので通行できないですね。はい。えー、っと、あと他に大切な言葉、これ3番投稿。これも覚えてほしいですね。投稿するというのはポストするということです。皆さんはインスタグラムとか TikTok とかにビデオとかを投稿しますか投稿する。はい。 いいですよね。はい。それから、統合。これちょっと難しい言葉ですけど、二つ以上のものが一緒になる。一つになるってことを、統合をすると言います。いいかなはい。じゃあ次いくよ。3番。はい、読みます。昨日、日本に、ん、したばかりなんです。昨日、日本に、ん、したばかりなんです。はい。じゃあ皆さん、この漢字の読み方を教えてください。1、到着。 2到着3土着4到着,4到着はい5秒はい選びました正解は「りん」2番到着です到着というのは着くということですねはいあとは「た、えー」ばかり たばかりっていうのは、〜何々してすぐ、just ってことですね。〜何々してすぐ。ねなんです。はい。これ説明するときに使います。なんです。なんです。えー、昨日日本に到着したばかりなんです。だから、ちょっと疲れています。とか。だから、ワクワクしています。とかね。こう気持ちを表現することができます。なんです。はい。じゃあ次は4番いくよ。 出張から自宅に戻ってほっとした。はい。戻っての漢字を教えてください。はい、行こう。正解は、りん。これ1番です。戻るの漢字は、これね。戻る、リターンするです。はい。2番の漢字は、帰るですね。帰る、家に帰る。 3番、これ来るです。来る。かん、えー。4番、帰って。この帰るも、この帰ると漢字が違いますね。これは元の場所に戻るという意味ですね。はい。それから他の言葉、出張。出張というのは仕事の旅行です。仕事の旅行から自宅、自分の家。自分の家に戻って、ほっとした。ほっとする。これも覚えてほしいです。はい。 ほっとするというのは、オノマトペで、とする。と o do、ですから、安心するってことですね。安心する。いいかな皆さんもどうですかなんか遠くに行って、久しぶりに家に帰ってきたら、は落ち着くってなりませんかこれ、ほっとするです。はい。じゃあ次。5番。では、また、んお電話いたします。はい。 ここに入る言葉行こう。1、間もなく。2、先ほど。3、しばらく。4、後ほど。はい。はい、いいかな。これね、後ほどです。後ほどというのは、後でということ。後で。はい。他にも、間もなく。これす、すぐですね。もうすぐ。 日本に行ったことがある人、日本に住んでいる人、電車を待っているときに、駅のアナウンスで、間もなく電車が参ります。と聞いたことがありませんか間もなく電車が参ります。ですね。はい。先ほど、これは前です。前。すぐちょっと前。ちょっと前ってこと。しばらく。これは、はい。この間ですね。ちょっとの間ってこと。はい。しばらく。 いいかなそれから、いたします。いたしますというのは、しますの繁忙ですね。しますの丁寧な言い方。はい。じゃあ次行こう。わかりません。と言ってますね。はい。彼が、すみません。もう少し、うーん、説明してくださいませんかと言ってます。はい。じゃあ、ここに入る言葉ね。1、詳しく。2、上手に。 3よろしく4険しくはいちょっとわからないのでもう少し何々説明してくださいって言ってますはいいいかな正解は「ドゥルルリン」はいこれちょっとノートがたくさんになっちゃったんですが、はい、あえいまずこれ詳しくですね 詳しく、詳しくっていうのはディテールです。ディテール。細かいところ。はい。もう少し細かいところまで説明してくださいませんかもう少し細かく説明してくれませんかと言ってます。いいですかはい。で、これ2番、えー。上手に、上手には皆さん知ってますよね。 もう少し上手に説明してくださいませんかこれはちょっと失礼です。文法は間違っていませんが、うんちょっとゆかさん説明が上手じゃないですよ。もっと上手に説明してくださいと言っているニュアンスなので <laughs> ちょっと失礼ですよね。はい、それから3番よろしく。これはよろしくお願いしますとかリクエストをしたり未来のことにありがとうという時に使う表現です。はい、 険しく。これ、険しいですね。二つ意味を覚えましょう。一つは steep。例えば、険しい坂とかね。二つ目はえ人のこと例えば、険しい顔といったら、こういうちょっと怖い、シビアなっていう顔です。<laughs> いいですかはい。じゃあ皆さん、次。7番、読みます。4年間、ゆか先生に日本語を何々。はい。 1, 1教われました。2教わりました。3学ばれました。4学ばされました。はいこれちょっと難しいですね。やってみよう。いいですか答えシェアしてもいいですか はい。これはですね、d ン、あ、シェアできてない。<laughs> はい。これね、答えが、はい、2番なんですね。教わりました。教わるというのは、これ、to be taught ですね。これを覚えましょう。教わる。えー、someone に something を教わるっていう形になります。はい。 襲われました。これは襲うという動詞でアタックするってことです。アタックする。アタックされましたって言ってる。ね。襲われました。これ、アタックしてないですね。ゆかさん、アタックしてないので <laughs> 違います。はい。次に、これ、3番と4番は学ぶという言葉ですね。学ぶは learn です。学ばれました。これは受け身です。学ばれました。はい。 なので違いますね。それから、学ばされました。学ばされたというのは、本当は学びたくないです。勉強したくないけど、強制されたって言ってます。強制するっていうのは、何々しなさい。しなければいけません。ということです。はい。強制するね。はい。強制された。うん。フォースされたってことですね。I was forced. ということです、えー。フォースはしてないです。皆さん、えー、日本語を勉強していて楽しいですよね。しなければいけないではないですよね。<laughs> はい。だといいんですが。OK、皆さん、じゃあ今日これで7問です。難しい問題がありましたかもしあったらコメントで教えてください。これからのビデオを作っていくときに、 助かりますあこれ難しかったからじゃあちょっとまたこの問題を作ろうかなとかね考えることができるので是非コメント教えてください。はいそれでは皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次のレッスンで会いましょう。じゃあまたねバイバイ。